2018年6月17日16時9分恋愛スキャンダルで、文春法を受けた NGT48、中入り、か、20、について、同グループの劇場支配人、今村悦郎氏が17日、公式ブログで謝罪した。ブログでは、16日に行われた、第10回 AKB48 選抜総選挙、についての感謝や、グループの今後、について触れた後、また、中入りかがお騒がせをいたしまして、大変申し訳ございませんでした。支配人としてお詫び申し上げます。48グループの一員としての自覚を持って行動するよう、強く反省を促してまいります、と結んでいる。中居は、総選挙で37位にランクインした後のスピーチで、すみません、やっちまいました、と謝罪。木曜日の朝に4名の記者さんに囲ま、出まして、直撃取材をされまして、いわゆる文春法なんですけど、一心に受け止めてしまいまして、悪目立ちするとこういうことが起きるんだなと身に染みました、と話した。週刊文春デジタルによると、20代の関西在住の夫と反同性、同性状態にあると報じられた。中居は愛らしいルックスと毒舌キャラでグループの中核を担っており、総選挙後には自身のツイッターに、腹減ったわい、と投稿。一夜明けたこの日朝には、腹ぐらい減ってもいいだろうが、課題一定の朝ですおはようございます、とつぶやいている。